はい、おはようございます。なんか素晴らしい場所が与えられてね、本当に感謝です ね。いやー、なんかこの環境でね礼拝捧げられるのは本当に恵みだと思いますね。うん、いいんですか。はい、めったにねこういう場所には来ないんで、なんかちょっと心が舞い上がってますけども、ね、礼拝なんかやめてね、どっか遊びに行きたい感じですけどね。行きましょうかってね。まあなんか本当にさっきのあの招きの最初のね詩編の言葉にありましたけど、この大自然を見るとね神様を覚えざるを得ないですけどね。皆さんはねでもここにこの辺に住んでらっしゃるんでしょ、ね、この辺耳たこじゃないですけど、もうねあの神様感じなくなってるかもしれませんね。麻痺してね。はい、そうですね、今日の御言葉をねちょっと開きましょうか。もし聖書を持ってらっしゃったら、あのちょっと僕パワーポイント作ってこなかったんで、今日はヤコブの1章の4節ですね。あ、ありますね。はい、ここにありますからね。まあ、忍耐を、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますってですね。忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば成長しますって言うんですね。完全なものになりますって言うんですね。あの別な聖書の箇所、あ、別な聖書の訳を見ますとね、こう書いてあるんですよ。これはね何訳なのかな、口語訳かなんかだと思いますけど、何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるが良いって、ね、出来上がった、うん、出来上がった人となるよ。その忍耐力を十分に働かせるが良いって書いたんですね。で、あと別な訳ではこうもありましたね。早まって放棄してしまわないようにしなさい。しっかり取り組めば成熟した人になりますって言うんですね。早まって放棄してしまわないようにしなさい。しっかり取り組めば成熟した人になります。これ僕の訳です。まあ、あのでも元は英語なんです。英語のね、あのメッセージっていう訳があるんですよ。でそれだとね、今言ったようなね、早まって放棄してしまわないようにしなさいと。しっかり取り組めば成熟した人になりますってですね。まあいずれにしてもですね、まあ、成熟に向かうっていうねことを言ってるんですけども、人生の、私たちのね人生の欲求不満の一つに、僕もよくありますけども、神様のタイミングと私たちが願ってるタイミング、まあ神様のタイムテーブル、プランと私たちのタイムテーブル、私たちの計画ですね、それとが一致しない、その時がね、こう欲求不満の時になりますね。フラストレーションってよく言いますけどね、私たちはもっと早く来てほしいのになかなか来ない、何年も何年も待ってるのに、ずっと祈ってるのに全然神様聞いてくれないとかね、その私たちが願ってるそのタイミングと神様が私たちに対してやってくるねタイミングが違いすぎる、そういうことが大きなこの人生のね欲求不満の一つじゃないかなと思いますね。もうね、なんていうんですかね、僕は若い人に会ってますけど、先週ある姉妹に会いました。その方は今お年が、もう44歳ぐらいですね。で独身なんですけどね、
で彼女ずっと若い頃から結婚のことを祈ってまして、で彼女のプランではまあ大体30歳ぐらいで、まあ、彼女のタイムテーブルですね、30歳ぐらいでってなったのに、もう44歳になっちゃったんですね。それでところがね、この間3ヶ月ぶりに会ったんですね、その姉妹に。でね、なんかね、顔がにやけてるんですよ、会った途端にニヤ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 しててね。それでお久しぶりって言って、それでなんか顔が笑ってんだけどって言ったら、それがさーって言うんですよなんかあったのって言ったら、あったもあったって、プロポーズされた。しかもね、ここ2年ぐらい祈ってた人でね、皆さんも知ってる人ですよ。有名な兄弟です。うっそーって、その人って、そうなのって、これねまだ言えないんですよ僕あのね、本人からね、本人から出るまで言えないんですよ。だからいずれまたしばらくしてここに来た時言えると思うんですけど、まだね、一応プロポーズあって、まだ婚約式まだなんで、ね、一応そこまで行ったら言えるんですけどね。まあヒントは、日本のこのプレイズアンドワーシップ、日本のこの賛美音楽世界でとても有名な若者です。でとうとうっていう感じですね。名前を聞いたらね、分かりますよ。 CD も出てますから、いっぱい。その方がダメですね、詮索しないでください。岩渕さんですかねえ、まあまあそのレベルですね、そのレベルですよね。まあ今の特に若い人にはもう本当に人気のある人ですけどね。でね、やっぱり神様のタイミングって本当に素晴らしくてね。で僕はそういう姉妹を何人も知ってるんですけども、でその人にね、いやーこれまで待って約16年の差があったんですよ、彼女のプランと。でもね、もうその間彼女本当に泣きました。泣いたしね、吉高さん聞いてくれるってね、もう会えばもうその話ばっかりでね。なんか僕聞くの嫌じゃなかったですけど、本当に辛い辛いね時間を通ったんですけども、まあそんなことが最近ありましたね。神様のタイムテーブルと、私たちのタイムテーブルがちょっと違うっていう ね、すごく私たちは急いでしまってね。だから神様に対しても自分自身に対しても、私たちは忍耐強く、まあ、神様に対して忍耐強くありなさいっていう言い方もおかしいですけども、本当にこうね、待ちきれないっていう時が多いんですよ私たちね。で私たちはよく神様が急いでいないのに急いでしまう。特にね、なんていうんですかね、人生のね、こう大きな節目に関することに関してはね、この年でこんなねこんなにこうなんていうのかな、この世の中の常識っていうのがありますからね、それにどうしてもこうね、とらわれてしまって慌ててしまうとかね、そういう時がありますよね。進み具合がゆっくりに感じて神様にね、こう文句を言ってしまってる時があるかもしれませんね。ところが神様は決して急いではいませんね、神様は決して急いでいませんけども、同時に遅れているわけでもないんですね。いつもオンタイム、時間通りなんです、神様のなさることは。聖書の別な箇所で、この神様のなさることは時にかなって美しいっていうね言葉がありますね。なかなか頑畜のある言葉ですけどね。私たちはね、神様の時があってね、それが美しいとその言葉は知ってるんだけどね、美しく思えないってねもっと早くってね、なんでこんなに待たせるのってね、そういう時があるかもしれません。神様がなんでそういうね、私たちが願ってるタイミングとずらしてくるのかね、まあ、ずらしてくるというかね、神様のもともとのご計画がありましてね、私たちがそれ
とずれてるだけなんですけども、なんでこのずれというね問題が起きるのか。神様は私たち の, あの全人生の時間をね使って、私たち の, その永遠におけるね役割のために、実は私たちを準備しておられます。あの皆さんは気がついたことありますか。この地上の人生の時間よりもあの世での時間の方が長いって。この世では私たちはせいぜいまあ80年から100年でしょ。でもあの世ではもっと長いんですよ。どうしますか。でもね、一ついいことがあります。こことは違うってことです。ここと同じとこでね、同じような感じでね、また永遠ですよ。100年どころじゃないですよ。永遠にと思ったらゾッとしますけど、ね、この体もね傷んできてね、あちこちガタが来て、で人間関係やね家族関係、職場、いろんなところでのにね、軋轢があって、たくさんのね悩みもあって、経済的にも心配があって、もうこんなとこでのことがねまた今度は永遠に続くと思うとゾッとしますけど、ところが違いますね。向こうはもうね、もう顔がニコニコマークの状態ですよ、ずっとね。それでもう永遠です。でただね、そこに入るまでの間、あの方は私たちをこの短い地上の生涯で、準備をしていきます。ですからあの方が私たち一人一人に考えておられるのは、あの世でどうあるかなんですね。この世で成功するかとか幸せになるかっていうことは、実はあの方ね、ちょこっと関心ありますけど、あの方の一番のテーマじゃありません。私たち人間の、ね、テーマはこの地上の人生で幸せになれるかどうかってね、どうしてもそこに行っちゃいます、ね、けどもあの方の関心はそこじゃないんですよ。あの方の関心はこの地上で皆さんを練りに練って、あそこに入るのにふさわしい成熟っていうのを与えたいんです。ですから思いがけないその苦難とか悲しみとか困難とかね、来ます。まあもっと言えばここは天国じゃないので、残念ながらここは天国じゃないので、さまざまな思いがけないね事件事故が起こります。で聖書の箇所でもね、何か思いがけないことが起こったかのように驚き呆れないようにとあります。で聖書のいろんな人物出てきますけどね、旧約聖書なんか読むといろんな人物が出てきますけども、聖書には特に神様が、ね、特にですね、建てようとしている器に関しては人格的な成長を与えるために長いね、そのこねられる期間っていうね、それを長いプロセスをね通らされる、そういう例であふれていますね。まあ、代表的なのはモーセさんとかね、モーセを準備するのに神様は80年ぐらいかけました。80年のうちの約40年が荒野ですよ。おそらくモーセはね、荒野にいる間、あるいはその80年間の間に何度も、もう俺の人生はつまんねえなとかね、なんか俺はこれで終わりかなとかね、つぶやいたかもしれませんよ。あるいはね、神様に対してね文句を言って、まだ いつまで俺羊飼ってなくちゃならないんですかってね、この荒野でね、でなんかこうパッとしない人生がね、なんかどこにでもあるような人生がね続いてるなってね思ったかもしれませんね。数えてみたらね、14,600日ですよ。待たされたの。
ね、毎日毎日ね、辛い時もあったと思いますね。あるいはなんか空虚な時間とかね、なんか諦めてしまってるような時間とかね。昨日ねみのりちゃんが言ってましたね、枯れる時間、枯れてしまう、ね、人生が枯れてしまう、その枯れるまで神様は時間をかけるようですよ、ね、で最近本屋さんに行くとね、成熟への簡単ステップとかね、あっという間に成長できるコツとかね、そういう感じのね本であふれてますよ。自己啓発っていう分野に行くとね、そういう本がたくさんありますよ。でやっぱ飛びつくんですよ、みんな。ビジネスマンなんてそうですよ、みんな飛びついてね、即席でこう自分がね少しでも成長できるように願って、そういう本に飛びついて買うんですよ。それでそれに書いてある通りに一生懸命頑張ったりね、しますよね。でもね、皆さんはどうですか、筋肉ね、この体を鍛えるのでやりますけども、これもね筋肉もね、そんな1日ちょっとね負荷かけたからってね成長しませんよね。これねやっぱり時間がかかるんですね、成長にはね。で人格はもっとそうですね。それで神様の人格、私たち一人一人のね成熟っていうのは一生ものなんですよ。この地上の生涯全部を使ってさっきあったね出来上がった人を作ろうとしてるので、神様はねすごく時間かかるんですね。で、大きな大きな立派な木になるためには、これを育てるためにはものすごく時間かかります。どういう時間ですか、100年とかね、100年単位の時間かかって、今私たちが感動する大木っていうのは何千年とかね何百年かかってるものがほとんどですよ。で神様も私たちを本当に成熟した人格に育てるために、もしね一晩でね一晩だったら多分ねその辺のキノコですよ。いいんですか、皆さんはキノコでマッシュルームって一晩でできちゃうのね、知ってます、マッシュルーム、まあ、特別なやつですけど、もうね本当にね一晩あればねもううわーっていうぐらいね食べられるもんですけど、私たちはやっぱりねキノコじゃないんですよ。ちょっとしたやっぱりね巨大なねカシの木だったりね、本当に立派な木として神様は私たちをね育てたいと思ってるので時間かけるんですね。しかもその時間のかけ方がね、この木もおそらく何度もね嵐にあったりね、日照りにあったりね、いろんなところを通らされて強くなってね立派な木になってきてるんですけども、私たちも同じですね。偉大な魂、素晴らしい成熟した魂っていうのは苦闘、苦難、痛みという季節を必ず通らされます。でそれを通ることによってしか育まれないんです。ですからこのプロセス、もし皆さんがねそういうプロセスに今あると真っ最中であるとしたら、それを辛抱しなくちゃなりませんね。今日の御言葉にあるようにね、ここにあるようですけども、忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。僕はなんかメッセージっていうね英語の訳の方が好きでした。それはまあさっき話した早まって放棄してしまわないようにしなさい、しっかり取り組めば成熟した人になりますとね。私たちはなんか辛い苦難に遭っているときはどうしてもねそこから逃げたくなります。でもね放棄しないんです。そこにおいてねこう祈ってください。主よ、あなたはこのことを通して私に何を語っておられますか。私はね、ここまで成熟してきてはいますけど、
さらにあなたの目から見たら必要なものが何かあるんでしょうと。あなたはこの苦難を通して私に今何を悟ってほしい、何を語りたいんですかと聞き続けてください。なかなかくれませんよあの方ね。私を本当に信頼しているかというのをね、ずっと聞き続けてきますから。沈黙の期間があるかもしれませんけどね、聞き続けてください。僕もねありました、あります、今まさにその中にいます。簡単に言っちゃえばね、リストラされたわけですよ。ずっと働いていてよかった場所から神様によって突然です、突然リストラされて、自分のこの計画やタイムテーブルと違うことが起きちゃったんです。それで本当にびっくりしました。全てのものがなくなったんです、取り去られたんですね。それで今までどんだけその人々やそのに寄りかかっていたかっていうのをね知らされて、全部ねもう一晩でなくなりました。それでうつ状態になっちゃったんです。1年ぐらいね本当にね、うおーびっくり、ワンちゃんが、なんか小さなミニタイプのクマが来たかなって思っちゃった、ね、本当ね全部ね一晩でなくなっちゃって、1年ぐらいねうつ状態になっちゃいましたね。なんかぼーっとしちゃって、何が起きてんだろうって、今何ですかこれって、全然予定してなかったことで、神様何ですか、これからどうしよう、経済的にもどうしよう、どうやって食べていったらいいのか分かんなくなっちゃったんですね。でやっぱり人間の最初の反応は慌てふためいて、まあ、落ち込んで、でも何とかしなきゃと思ってね、ハローワークっていうところにね行くだけ行きました。でハローワークに行くとね、僕のようにうなだれてる人でいっぱいでしたでね面白いですよね、ハローワーク行くとね本当同じようなねおじさんおばさんがねいっぱいいて、みんな暗いんですよ顔が。それでそれを見てね、僕はうわー60人ぐらいいましたね。でうわーいっぱいいる、伝道してと思ったんですねここで福音語んなきゃってね、もちろんできませんけどね、公の場所ですからね。でもね隣に座った人にね、おじさんいて、おじさんこうやってたんですよ、座ってねこうやって、でトントンってやってね、で仕事なかなか見つかりませんかって言ったら、いろいろはあるんだけどねとか言ってね、でその人がね毎回会う人になったんですよ。で、ね、逆にその人から誘われましたよこういう仕事あったんだけどやってみないとかね、誘われるようなんです。しまいにはその人ね、ハローワークの入り口で僕を待ってるんですよね。待っててね、それでハローワーク入ろうとすると僕をね外に引っ張ってって、仕事あるんだけどってリクルーターになってんのいつの間にか、ね、なんか変な仕事でしたけどね。でもねなんかその人に、いやおじさんさ、僕実はさって教会、キリスト教会のお仕事をやってて、聖書とか知ってるって言ったら、聖書か、いや宗教はいいやとか言ってね拒まれましたけどねでもね最初はね慌ててしまって、僕はハローワークに行って、1ヶ月2ヶ月ねハローワークに通いましたね。で端末でねいろんな仕事探しました。で面白いですね、教会関係の仕事探すんですハローワークにあるって知ってます？ありますよ、いろんな教会が出してるんですよ、ね。埼玉県所沢とか入間とか狭山周辺でしたけどね、もちろん牧師の仕事じゃないです。でもね教会関係の仕事っていうのがあるんですね。なんでこんな話してんだしたっけ。あ、はい、慌ててしまうんですけど、でもだんだんそのね落ち込んだ状態から少し落ち着いてきて、こう祈りましたね。主よって、何ですかこれって、なんであなたはこんなこと許されるんですかって、僕は一生懸命、ね、神様のために働いてきたじゃないですか、ね、そんなに僕は悪い人なんですかって、何ですかこの罰が当たってるようなね、この仕打ちは何ですかってね、どんどん神様に言い始めたんですね。でそのうちねだんだんね、
主よあなたはこれを通して私に何を教えたいんですかって、ね、私はどう、ね、何をこう学んでいったらいいんでしょうってね。で今あれからね3年ぐらい経ってるんですよ。だん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 ね、なんて言うんですか、神様が、はあ、神様はこのことを知らせたかったのかもしれない、このことかもしれない、このことかもしれないってね、いろんなこの気づきですね、それが与えられています。おそらく、3年前より今の方が僕はもうちょっと神様好みに、なってきてるかもしれません。まだ続いています。だからこの時間をかけさせられるとかね、神様のタイミングと自分のこのタイミング計画が違うことの意味とかね、そこに関してだんだん受け取れるようになってきました。でもう一つですね、なんでこんな目に遭わなくちゃならないのと言っていたら、神様がはっきり答えてくれました。それはあなたを永遠のために備えてるからだよって言うんです。はっ、この地上で何か主のお働き、伝道のお働きのために整えられていくんではないんです。僕は最初そう思ってたんです。整えられてこの伝道の主のお働き、教会のお働きのために立派な人格に成熟させられて、そして牧師とか宣教師になってね、そして働きが始まっていくみたいなふうに思ってたんです。ところが神様は僕におっしゃったのは、違うよしたかって、私の関心はこの地上の生涯の次だって言うんです。お前をそこに入るのにふさわしい人として今一生懸命こさえてるから、ね、それが終わったら次のとこに、ね、招くよって、ね、いやー、神様のプランと僕の、ね、想定は違ってたって、ね、大きなズレがあったんです。おそらく神様がね、3年前に僕をストップさせたのは、僕の考えがあまりにも神様の考えとずれてたんですね。あのまま行ったら僕はね、とんでもない人になってたと思いますよ。けど神様がストップしてくれたんですね。ですから今ね、うわー、本当にリストラされて神様本当よかったって、あのまま行ってたら本当に自分で見たくもない自分になってただろうと思います。だから今3年経ってやっとね、神様本当に感謝、さっき感謝せよってね、賛美が流れてましたけど、あの賛美、実はね、一番辛い時にね、リストラされた年の大晦日で聴いた曲だったんです。ある牧師があれを賛美したんです。それで北海道の牧師だったんですけどね、北海道に行った時にね、その時に流れてた曲だったんですよ。それで感謝せよ感謝せよってね、でその時はね、なんで感謝できる、このことなんで感謝できるってね。でもね、その賛美を聞いてる間にどんどんね、救いのこととかいろんなことがいっぱい出てきて、神様ね、22年間奉仕したところを追放されちゃったんだけど、でもね、今ポツンと一人ぼっちになっちゃったんだけど、神様はこのことも感謝ってね、初めて言えた時だったんですよ、あの賛美聞いた時ね。そしたらまた今日流れてたからね、思わずね、涙ぐみましたよ、さっき。感謝なのは僕がこう誇って言ってんじゃなくてね、神様はこのような僕でも整えようとして今働いてくださってます。本当に感謝だなと思います。僕はどんな人になっちゃうんだろうって嬉しいなと思います。で皆さんもね、同じです。皆さんもいろんな苦難とかね、苦闘とか痛みや思いがけないそういう季節を通っているかもしれません。でそれはね、あの方の愛の表現の一つですね。あの方が、今のままではいけないよって言ってるんです。でより良いね、人に向かって
永遠に入るのにふさわしい人に向かって整えておられる今真っ最中ですから、ちょっと辛いですけども放棄しないでしっかりね、そのとどまって主よ、あなたはこれを通して私に何をお語りですか、それをねずっと言い続けてください。主よ、これを通してね、状況はね変わらないかもしれません。悪いことが続いてね、あの状況は何にも変わらないとかね、苦しくて涙を流すし叫ぶしね、文句言っちゃうし、人との関係ではねまた声を荒げてねぶつかっちゃうかもしれませんけどね、あの徐々に落ち着いてきますから、慌てないでください。慌てないでただね静まって、主よ、あなたがこれを許されたということは何をお語りですか、私の魂がそのねあなたの御声を聞き取れますように、そしてあなたが良しとされる時まで私がねこの苦難の中に居続けられるように、苦難の中に、苦難からは去りたいと思いますよ、そこからね逃げたいと思いますけど、そうじゃなくて主よって、もうこうなったらはっきりあなたのお心が分かるまで私はここにいますと、この苦難の中にいますと、ね、恥の中に、人々からいろいろ言われるかもしれませんけど恥の中にいますと、ね、言い続けてそこにいるんです。あの方は私たちを見捨てません。あの方は時が来るとね見事にね回答をくださいます。早まって放棄してしまわないようにしなさい、しっかり取り組めば成熟した人になりますと。心が萎えてしまわないようにねしましょう。旧約聖書にハバククという預言者がいるんですね。神様がすぐに動いてくださらないんで落ち込んでしまったんですよ、ハバククっていう方は。今で言うとうつ状態ですね、ハバククは。でも神様はハバククに対してこのように言いましたよ。これら私が計画していることは今すぐには起こりませんよ。この幻が成就するときはゆっくり迷うことなく、でも確実にそのときは迫っていますよ。遅く感じても諦めてはいけないと。これらのことは必ずやってきますから。ただ忍耐強くありなさい。一日たりとも遅くなったりはしませんから。と言われてハバククは、ハバクク書って3章からなってるんですけど、最初のもうほとんどね 80%90% 近くは嘆きなんですけどね、最後の節のところハバククはしかしっていう言葉で感謝しますって言ってるんです。状況はねハバククが置かれた状況というのはこのユダヤ人たちがもう本当に崩壊状態ですね、見る影もないそのイスラエルの状態だったんですよ。でもう国が荒れ果てている状態ですね。ところがそこに神様はこれを立派なね素晴らしい場所に回復するよっていう予言が神様に与えられた。でもハバククの目に映るところはもう全然めちゃくちゃです。でハバククは落ち込んでたんですけども、神様はこのようにねその時はゆっくりだけどでも確実に迫ってきます、そして確実にそれが起こります、ただ忍耐強くありなさい、一日も遅れたりしないからと言われてね、ハブククは信仰の目で感謝しますっていうね、信仰の目でその素晴らしく作り変えられた再生されたそのエルサレム、それを見てねハブククは感謝を捧げるんですね。私たちもその今願っているあり方になっていないかもしれません。全然変化が起こらない、祈っても祈っても何も変わらない、昔のまま以前のままでがっかりってね、神様って俺の祈り聞いてないのかな、私のね願いを聞いて私を愛してくれてないのかなとかね疑うかもしれませんけども、神様は
皆さんをこれでおしまいにはしていらっしゃらないんです。ですから続けて歩んでいきましょうね。ノアの箱舟にたどり着くまでカタツムリでさえね頑張ったのご存知ですか皆さん。カタツムリもね一生懸命ノアの箱舟に入るためにねそこにこう向かってったんですよ。私たちも永遠に入るまで粘り強く、ね、粘り強く主よってね言い続けてってくださいね。素晴らしいその信仰の生涯後を残すことになると思います。じゃあ一言祈ります。天のお父さん、今日の御言葉を感謝します。あなたの関心またあなたのタイミングが私たちとは全然違っていて私たちは本当に驚いてしまいます。なんと私たちは浅はかで、なんと私たちはこの思慮の浅いものでしょうか。 あなたは私たちのことをどこまでもよく知っておられ私たちをどこまでも素晴らしいところへ招こうとしていらっしゃいます。本当にそのようなあなたに巡り会えて私たちは心からこの感謝を申し上げるだけです。イエス様の十字架のこの身代わりの死と復活このお話を聞いて以来私たちはあなたの子にされこの全生涯を使って私たちは育まれる立場になりました。今もあなたは私たちを練っておられます。あなた好みのよりこの天に迎えられるのにふさわしい人として整えられつつあります。心から感謝します。辛い苦難の中苦しみの中痛みの中を私たちは通らされまして時々ちょっと嘆いてあなたに文句を言ってしまいがちですけども主よどうぞ私たちがこの中にとどまって、放棄しないで諦めないで、あなたの御心を知るその時まで待ち望むことができますように支えてください。主よ私たちは逃げません、あなたがどうぞ存分に私たちを取り扱ってください。そして、どうぞご計画通り私たちを整えていってください、この試練が終わるときに心からの感謝と賛美をあなたにお捧げすることとなりますようにイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。